お久しぶりです。シモンです。私は3月13日から27日まで2週間ほど東京に滞在して、レッスンをしたり、スタジオから YouTube ライブをしたり、友人とご飯を食べたり、4月のこちらの演奏会のために着物を買ったり、充実した毎日を過ごしていたのですが、2週間で一度もストリートピアノに行けなかったので、札幌に帰る前に羽田空港のピアノを弾いてきました。ただ弾くだけでは申し訳ないと思い、この場所でピアノを弾くときは必ずメルセデスでコーヒーを一杯買うことにしております。PCM レコーダーを置いたにもかかわらず、緊張のせいか、おっちょこちょいのせいか、録音ボタンを押し忘れておりまして、スマホ内蔵マイクの聞き取りづらい音で申し訳ないのですが、せっかく動画を撮ったので投稿させていただきます。
Thank you.